はい、皆さんどうも、こんにちは。イントセスさん、今回はレベッカチェンバスまた来ましたよ、ラクーンシティにね。さあ、今回は安心感をみんなにプレゼントしていっちゃうわよ。こんなこと言ってほとんどこのパーク活用できませんよ。今回こそは頑張っちゃいます。いや、でもこれこうやってもやってるとあれだよね、ファイルハザードね、リメイク3も行く、2もやりたくなってくるね、本当に。いや、本当に商売上ですね。困りますよ。私、RE3 はね、やりましたけど、2の方、まだね、未プレイなんですよね、リメイク2の方。何何、残ったってんだけど。お、向こうか、あ、誰か追われてる。大丈夫、モリル、こっちよ。モリル、こっちよ。オッケーオッケー、ちゃんと邪魔にならないように前走っとこう。え、たどり着いたわ、よくわかんないけど。なんか音すごい鳴っていく。何、どこ、マヨコング、マヨコングいるってことか、もしかしてこれ。え、すんごい音鳴ってるけど、何、どこ、ちょっと待って、え、パニックホラーなんだけど。え、どこ、え、いないけど、え、なんか DVD やってていっちゃんびっくりするタイミングってやっぱこれなんだよね。よくわかんないけど、どっか音鳴ってんだよね。何、どこ、安心感与えてほしい、本当に。で、今回は安心感を与えるために来たのに、私が今安心感与えてほしいって思っても困りますね。はい、全集中 OK。 よし、あ、もう一回いけるか、全集中、全集中、ミントスの呼吸、まずはグレイト、次もグレイト、サードもグレイト、クインティのグレイト、決まった。治るとなくちゃいますかね、これグレイト。あ、やってる、すごい。あ、そこでやってたんだ。どうしよう。あ、向こう行くわよ。射程距離どんな、6メートルだからね。え？OK。大丈夫？さあ、ここで姿を隠すと、来た来た来た、そうよね、こっち来るわよね、来なさいよ、負けないよ、そうだよね、そうなるよね、負けないわよ。あらら、見せちゃった、私はここよ。そうは問屋がおろさないストライクでいくわよ、今回は。リベッカ、行きます。どこ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 、あれ、あ、こっち行った。え、あ、発電機あったんだ、そこに。あ、なるほどね。はいはい、出しちゃうよ。あ、待って、普通にバレた。ちょっと待って待って、あ、普通にバレた、ごめんなさいごめんなさい、ほんとごめんなさいごめんなさい、ストライク、はい、借ります。意外なんか鋭かったね、あの子、バレないかなと思ったんですけどね。すぐ戻っちゃうよ、でもどんどん回っちゃうよ、今回も。さあ、ここで2つ目発電機、パワー注入、おと、さあ、ここで、はい、来た、はい、ここは回る回る、お、いや、ここは違う、まだ行かない、 OK、 でもここは、はいはい、 OK、 はい、でもここは終わったらしばらくクールダウンがあるので、一回回っといて、でここももう一回回っといて、でそろそろ多分 CD が溜まると思うので、ここは少し考えて考えて考えて、3、そしてここで、こ、そして駆け抜けていく、後ろに、さようなら。
よし、オッケー。さあ、そしてここ反対側行きましょうか。あ、でもここワンチャン追いかけてくるわね。オッケー。はい。で、ここだよね。そうだよね。オッケー。で、ここはこっそり戻る。で、ここで、はい、オッケー。で、こっち行って、の、はい、ここでスタート。オッケー、危ない、帰ろう。でも、ちょっとちらっと見ておいてか、お、大丈夫、オッケー。と、さらに裏からを見ておく。あ、でも向こうが行ったね。オッケー。で、ここでもう一回回そう。あれ、戻っていった。待って、戻っていっちゃった。ノー。ちょっとあれかな。発電機ここから入るから、向こうが行こうかな。オッケー、いいね。で、ここ見えてるから、こっち側回…あー、いってや、ほんとに来なくていいんだけど、危ないよ、レオン、ちょっと危ないよ、ここ危ないよ、レオン、走って、レオン、走って。そこね、ちょっと怖い人来るから、これもうバイオで言うと、バイオハザードリメイク3で最後に頭打ち抜かれて食っちゃうから、これ逃げて、ちょっと逃げて、だってみんなで逃げて、えらいことなってるよ、ほんまに。オッケーオッケーオッケー、ヘロー、大丈夫かな。ハセイどこなんだろう、向こう側かな。あ、追われてる、すごい、もう衝撃や。オッケーオッケー、で、ここで戻っていっといて、ハセイどこだ。あ、ここだったよ、今普通に素通りしちゃったね、今。よし、ナイス、デッドハード。ここで超集中で、レオンが頑張ってくれたので回す。あれ、なかなか超集中、回す難しいですね、こう見ると。はい、いいよ。1つ目、どこ、これあれですね、発電機が直ったら、もしくは手離したらなくなっちゃうから、これちょっと注意ですね。本当回すときは本当にガッツリと回し切る気持ちでやらないと、あまり効果がないのが悲しいとこですね。これ超集中。あ、オッケー。はい、あえてここで隠れとく、バレないような気がする。あお、全然バレてた。ちょっと待って、電源落ちちゃって。さあ、これでめちゃくちゃ足が速いので逃げてると思いきや、あ、捕まっちゃってる、ごめんね。一回自分の体を直して、オッケー、はい、オッケー。さあ、ここですか。ナイス。で、ここで、オッケーオッケー。やばい、暗黒突起を放ってる。危ない、逃げて、レオン、今私持ってる、逃げて。オッケーオッケー、よし、はい、オッケー、逃げてるよ、オッケー。で、私もここでおとりになれば。あ、すごい、今日追いかけていっちゃったって、ごめんね、もう止めれないかも。彼の気持ちが勝ってる。お、いいよ、ここで超集中。
なんかやっぱこう2回目まではいけるけど3回目ってなかなか出ない気がしますね。聴衆中普通になんかさスルッと抜けていっちゃうねこれ。いやナイス、いやー惜しい、よし帰ろっか。やばい終末期が来てるわこれ。開けれるかな。これはどうなんでしょうか。終末期ね、ゲート開けたらねカウントダウンタイマー始まるんだけど、いる？オッケー。じゃあ帰りますよ。おお、来い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 。いやまだまだちょっとあれですね。難しいですね本当に。うまくこのね本当このパーク安心感ですか？安心感をですねしっかりとね使いこなしたいんですけどね、まだまだちょっと安心感を使いこなすには時間がかかりそうで、タイミングがちょっとね難しくてね。なんかここだっていうところがねなかなか見つかりませんね。ですがこのバークも強いと思うので必ずやうまく使っていこうと思います。それでは皆さんまた今度よかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ。よければチャンネル登録もお願いします。 See you。